こんばんは、ドクです。1曲目は、老人福祉の、妹のために作った曲で、ふるさとを、だいぶ前に作ったんですけど、まあ、坂田ぶりに演奏しています。それから2曲目は、また古い曲で、ゼフベックという人の、レッドブーツという曲でございました。まあ、何回もここでやってる曲なんで、まあ皆さんも、ああ、あれかというふうには知ってるかと思うんですけど。では、次の曲に行きます。これでひどいな、やっぱり。さすが、ギターに直接つないでるだけのことはある。いや、実は今日これギターにつないでるんですよ。ギターから弾くんですよ。
さん持ってるんですよね、確か。いや、ほんまだよ。で、一緒に今、レインボーをまた再開させて、一緒にツアー連れてってコーラスさせてますけどね。あ、でも今コロナでやってないのかな。2月ぐらいまでは YouTube で動画が上がっておりました。
はい。もう一回あります。もしよかったら。将来結構パンクだろ、うん、絶対パンクかメタルだろ爆音の中寝れるすごいもう年とともに爆音の中で寝れるようになってきた寝れるようになったら寝れるんだよ、ほんでもあ多分疲れて、あ、ちょっと待って、そうそう